カレル・ライスは、チェコスロバキア出身のイギリスの映画監督。1926年、チェコスロバキアのオストラバで生まれる。12歳の時に、ナチス・ドイツの占領下に置かれていた祖国を逃れて、イギリスへ渡り、クエイカースクールのレイトンパークスクールで学ぶ。第2次世界大戦が終結するまでの2年間は、イギリス空軍に従軍、戦後は、 ケンブリッジ大学のエマニュエルカレッジで自然科学を専攻し、サイトサウンドなどの映画雑誌に寄稿し始める。1947年には、リンゼイ・アンダーソン、ギャビン・ランバートと共に映画雑誌、シークエンスを立ち上げ、後にライスを含むこれら面々がフリーシネマを触発する。初めての監督作品、モンマドンとアラウは、ドニー・リチャードソンと共同監督を務め、 これが1956年2月にロンドンの国立映画劇場で公開されたフリーシネマの最初の上映プログラムに加えられた。1958年の作品 We Are the バ a m b a s Boys はロンドンのユースクラブを舞台にした映画でタバコ、クリケット、絵画やディスカッションといったグループに参加する青年らの姿を自然主義的に描写した。映画は 当年のカンヌ国際映画祭のイギリス代表作品となり、また、1985年に英国放送協会が同作で取り上げた人々のその後を追った映画を制作した。1960年、アラン・シリトーの小説を原作とした土曜の夜と日曜の朝で長編映画を初めて手がける。先に制作したドキュメンタリー映画の手法を多く持ち、その評価は、 英国アカデミー賞最優秀イギリス映画賞の受賞といった形で現れた。さらに、リンゼー・アンダーソン監督映画、孤独の報酬に制作として参加。コメディ映画、モーガン、イサドラダンカンの電気映画、裸足のイサドラ、その他、熱いかけ、ドッグソルジャーでメガホンを取る。1981年の監督作品、フランス軍中尉の女は、 ジョン・ファウルズの原作を、ハロルド・ピンターが脚本家、キャストを、ジェレミー・アイアンズ、メリル・ストリープが務めた。同作は、アカデミー賞、英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞など主要な映画賞を賑わせる、結果となり、ライスの後年のキャリアにおいて、最も成功した作品となった。その後は、パッチクラインの反省を扱った。 ジェシカ・ラングのスイート・ドリーム、アーサー・ミラーが自ら戯曲を脚本化した、もう一つのラブストーリーで監督を務めた。ライスは、生涯二度の結婚をした。最初の妻、ジュリア・コッパードとの間に三人の子供を設けた後に、離婚。1963年、かつて、ジーン・ケリーの妻であったベッツィ・ブレアと結婚し、死別するまで連れ合った。2002年に、ロンドン。 カムデンで死去、ありがとうございます。